あれ、偶然。おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの？それ会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか？行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ？2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。最近自信あるけど、あっつ。ジャケット脱いだらどうだ。準備できた？じゃあ運転手は俺が指名しよう。君がいいね。分かったよ。じゃあ君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。言っておくけど競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとくれんでも俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるさいな。早く行けよ。ではどうぞ。安全運転で。ガーディナでもあったけどさ、旅行でもしてんのかな。旅行で偶然というには無理がある。やつは俺たちを待ってやがっただろう。俺もそこが気になる。そしてどこの人間なのかも。帝国人っぽくもないけど。と言ってルシス人でもねえよな。正直関わりたくない。でも断ったらカーテスの大皿には入れない。王子はどう思う？あのおっさんをよ。ああ、ただの変な中年としか。だよね、俺も同じ。とりあえず最初の作戦通り、やばければ戻るだな。ノクト、頭痛は平気か？今は平気だ。たまに来る。運転中にひどいのが来ねえといいな。やばかったら止まってね。この先にしるべはあんのか？っていうか野宿すんの？どっかでちゃんと休もうよ。野宿でちゃんと休みはいいだろう。せめてモービルキャビンでしょ。外のどこがそんなにいいの？自然の中だってのがまず最高だろうが。時間にも追われねえし、勝手気ままに。今日はここで休むか。おい、目的地はどうなったんだ？焦らなくても逃げないよ。そういう答えは聞いていない。これさ、5人で旅行状態だよね。ないわ。ひとまずテントを立てるか。いや悪いけど俺外大嫌いなんだわ。金は俺が出すから、あっちのモービルキャビンで休もう。
私はカンナギの血を引いています。母と同じように皆さんに平和を届けます。この日歴代最年少のカンナギが誕生した。お祈りは大変ですか？いいえ、あ、並んでいる人たちは大変ですね。でも必ず全ての人にお祈りをします。世界は期待と不安の眼差しでその成長を見守った。伝えたいことが終わりだと聞きましたが、周りに痛みで動けない人がいたら教えてください。私がそこへ向かいます。必ず助けます。カンナギの使命です。いいえ、立ち止まりません。やがて世界は彼女に導かれていった。協定の成立については、争いが静まれば苦しむ人が減ります。これは未来への大きな一歩となるでしょう。私たちは確実に真の平和への道を歩んでいます。どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ、フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません。すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。おつらいでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。ここから先は簡単には引き返せない。行くのかい？本当に大丈夫？あのメテオを動力になんてよく思いついたな。メテオって普通に近づけんの？巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろう。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は厚いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり暑い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か？ああ、そうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか？いや、持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてって撮れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいなって思うと思ってる。ああ、頑張れ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。まあダメになってもそんなに困んないだろ。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段撮っとけば。いや、そこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。
イグニス、運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいのかよ。昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ。ついたよ。嘘じゃねえだろうな。俺がいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、信用ならねえな。おーい、俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら、一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃごきげんよう。奇妙な男だったな。できれば二度と会いたくない。うわ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな。結構知ってる感じだよな。この先に行けばいいのか。あれ、一体何？王の墓がこんな場所にあるとは。お力を借りてかねえとな、王子。ああ、そうだな。でけえぞ。危険だ、離れろ。なくそ、止まったか。ほらよ、上がれ。目覚めのようだな。こいつが俺に何か言ってんのか。大丈夫？ノクト、無事でいるようだな。上がってこられるか。いや、こっちに道がある。先行ってるわ。降りられる場所探せ。分かった、俺たちも進んでみる。無理はするな。ああ、え、どっから行くの？勝手に突き進むんじゃねえぞ。しっかりついてこいよ。うわ、気が立ってやがる。あんまり刺激すんなよ。父、うるせえな。忠告はしっかり聞いとけ。そういうの何度も聞いてるし。すげえな。おい、こっちだ。ギリギリの幅だな。早く行けって。のんびりすんな。さっさと行きてえんだよ俺は。死んじゃ、落ちんじゃねえぞ。あんたも痛いぞ。だがシャレになんねえな。早いとこ渡っちまうぞ。ノクト、ついてきてるか。なんだ。
すんのは後だ。渡りきれ。くそ、早く。先には進んでる。焦んな。もう少しだ。急げ。何だ。歓迎じゃねえか。早く話がしてんだろ。相思相愛で何よりだ。行くぞ。どんだけ歩かすんだよ。いい加減にしろ。ちった落ち着け。なんだよ。お前は王家の人間じゃねえのか。王家の人間だよ。だったらなんだ。嫌ってほど自覚してるわ。自覚してねえとは思ってねえよ。だがな、さっきから何度も危ない目に遭ってる。俺も気が張ってんだよ。アミシティア家は言ってみりゃ王の盾だ。盾として王を守れ、ガキの頃から教え込まれてんだ。俺なりに消化して納得して誇りに思ってる。頭痛もあって集中できねえんだろう。忠告くらいちった聞いとけ。わかったよ。いきなり悪かったな。行こう。あ、一人で進んでんじゃねえってのは忘れんなよ。グラディオ、お前さんには感謝してる。気使う。あ、電話鳴ってねえか。エグネス、大丈夫か。気をつけろ。帝国兵が見え。キュルト、帝国兵を見たっぽい。はあ、あれそうだな。おい、聞いてやったぞ。わかんねえよ。俺は遊びに来てんじゃねえぞ。おいおい、マジか。
い、全員生きてっか。おうよ、なんとかなったか。これでもう終わった。なんだ、どうした。なんだ、一体狂心が。おい、やめ。さあ、別に略してなかったんだよね。アーデン・イズニア、本名帝国の最初。そうなんだよ。でも今はさ、助けに来たんだ。ここで捕まえたりしないって。どうする。選択肢は2つ。生きる。なんだよ、死ぬの。とりあえずここでは死ねない。行こう、リーナ・ノクト。分かった。ヤバけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ。2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。最近自信あるけど、何が臭いってこないよな。今日も暑いな。リードまで行きます。ジャケット脱いだらどうだ。準備できた。じゃあ運転手は俺が指名しよう。君がいいね。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとくれでも俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるさいな。早く行けよ。ではどうぞ、安全運転で。ガーディナでもあったけどさ、旅行でもしてんのかな。旅行で偶然というには無理がある。やつは俺たちを待ってやがっただろう。俺もそこが気になる。そしてどこの人間なのかも。帝国人っぽくもないけど。と言ってルシス人でもねえよな。分かったよ。じゃあ君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。言っておくけど競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。あれ、偶然
おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの？それ会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか。行ってみて。